にちは、アニマリアです。今日は何をするかというと、こちらユーハミ格闘さんからツムモスグミ、モスバーガーさんと一緒にやられてるみたいですね。積んで遊べるバーガーグミということで、積んで食べてみたいと思います。すごい、結構リアルな形のグミなんだね。あ、匂いめっちゃグミ。試しに一個ハンバーガー作ってみようかな。バンズと、わあ、めっちゃ匂いグミ。あ、トマトだ。はいはい。上からバンズがオレンジ味のグミで、レタスがマスカット味で、お肉がコーラ味で、トマトはストロベリー味で、で最後バンズオレンジ味。ミニミニモスバーガーができました。なんかこれ順番変化、お肉が一番下だね。ほ、これ一気に食べるの？めっちゃ美味しそうだけど。ディッシャーク、いろんな味が混ざっちゃったけど、私の好きな感触だし、味もね、しっかりね、それぞれのグミの味する。この口で混ざっていても、うん、美味しい。バンズ、レタス、トマト、お肉、最後バンズ、これを積み重ねて、じゃーん、ハンバーガーの出来上がり。うんって感じだけど、でもこれさっきも食べたけど、味がね全部違っても喧嘩しなくて本当に普通に美味しい。うん、美味しい。で、私元モス店員なんですよ。で、その時によく動画で名前を出してるミヤモっていう私の地元の友達がいるんですけど、ミヤモの紹介でモスバーガーに入れさせていただいて、でその後に弟を紹介して、弟もそのモスバーガーで働いてたんですけど、で私すっごい弟と顔似てるんですよ。で、ある日2人で明けの出勤の時間があって、弟は入ったばっかりだったからレジやって、で弟が注文取ったら私がモスバーガーを作るっていう感じでやってた時に、弟がお客さん注文取って、何お願いしますみたいな感じで言って、はーいって言ってピョコって顔出したら、え、双子ですかみたいな感じで言われて、違います、兄弟ですって言ったら、すごい似てるってなった出来事がモスバーガーの中で一番の思い出。高校生の時にモスバーガーで働いてたので、結構青春っていうか、まあ一つの、なんだろう、大人になるきっかけになった場所があったっていうか、一つ気持ち的に大人になったと思ってます。美味しいけどね、これは遊んでばいいのかな。どれだけ詰めるかなってちょっと煽られていますので、ちょっとどれだけ詰めるかやってみたいと思います。モステインになりますわ。モスってね、ユニフォームがね、こういうシックな緑のイメージがありますので、これで帽子かぶれば、髪の毛も結ばないといけないけど、なんかこのスタイル懐かしい。本当にモスバーガーやってた時のスタイル、めっちゃモステインになっちゃった。これね、ちょっと積んでいこうと思います。とりあえず今一個ちっちゃいモスチーズバーガー作りました。見えますか？ちなみにチーズ味はなんか新しい味らしくて、パイン味です。モスチーズバーガーができたので積み重ねていきたいと思います。トマト、レタス、チーズ、パティ、今これダブルです。ダブルでもさ、見て、結構高くなってきたよ。やばいよ、ちょっとやばい、これトリプルで終わりかも。ねえ、もう無理かも。で最後はバンズ、トリプルなんだけど、これもう終わりかも。これトリプルです。限界はトリプルかな。私のもう支えきれません。積み上げましたが、どうすればいいでしょうか、ユーハミ格闘様。ちょっと頑張って耐えてみるか、元モス店員としてね。どれだけ詰めるかな。これだけ詰めました。あ、無理。どうやって食べればいい。無理や、こうやってやってもはみ出るからね。いただきます。まだあとちょっと。ごちそうさまでした。うん。
めちゃくちゃ食べ過ぎちゃって飲み込むの時間かかりましたけど、味はね本当に美味しい。ジューシーさあるし、ちゃんとなんかねグミの美味しさはね 100% あるって感じします。ユーハ味覚糖さんが言ってます。美味しさは優しさと。パクってそのまま行くんじゃなくてちょっと遊ばせてくれるっていうね、大人も子供も楽しめるつむむすグミということでしたが、トリプルまで行くと食べるの大変です。はい、ということでこれはですね結構ねお値段もしてですね、量もたくさん入ってますのでね、賞味期限も長いのでゆっくり食べてゆっくり遊んで食べたい時に食べていただけて、つまなくてもいいですしね、一粒一粒ちゃんと味もしっかりありますんで、普通にグミとして美味しく食べれるものになってると思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私は普段音楽をやってまして、サブスクなど概要欄に載ってますのでぜひ覗いてみてください。 Twitter や Instagram もありますのでフォローよろしくお願いします。皆さんまた次回お楽しみに。